ジェイコムからお届け北九州人図鑑始まりました。北九州人図鑑、この番組は北九州で活躍される方をお招きし、その方の人となりに触れるトーク番組です。進行役は私、シンガーソングライターの畑野直です。よろしくお願いします。さて、第100回のゲストをご紹介しましょう。北橋健二北九州市長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、こんな1対1でお話できるなんて貴重な機会を皆さん本当にありがとうございます。はい、ドキドキしてます。あ、本当ですか。私もドキドキしてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は普段お伺いできない市長のプライベートな部分でしたりをお伺いしていきたいと思いますので、はい、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。はい、トークに入っていく前にですね、今日私たちがいるこちらの松本成長記念館の敷地内にある成長カフェさんにね、ご協力いただいております。それでは早速今回のトークテーマをご紹介しましょう。1、市長になる前の市長。2、市長のお仕事。3、北九州市の未来となっています。では1つ目のテーマ、市長になる前の市長からお話をお伺いしていきます。まずはじめにご出身はどちらになるんでしょうか。甲子園球場のある兵庫県西宮市です。西宮市、六甲山の夜景が綺麗で、最近は北九州の方が上ですが、そして宝塚の会議場がすぐ近くにあります。すごい素敵な環境で育ったんですね。教育の熱心な保護者が多いところと昔は言われてました。市長ご自身はどうだったですか。いや、普通の子です。どんなお子様だったんですか。そうですね、ガキ大将にもなれなかったんですね。はい、いつまで西宮にいらっしゃったんですか。高校3年生まで、それから東京の学校に行きまして、はい、大学進学を機に東京の方に行かれたんです。はい、そうですね。はい、大学では何を学ばれたんですか。本当は文学部美術史か音楽史学科に行きたかったんですが、親も反対しますし。そうなんですか。はい、やっぱり飯を食っていかなならんぞと言われましたですね。なんかちょっと耳の痛いアーティストの私としてはその才能があるかどうかをよく自問自答せよなんて説教されまして。そうなんですね。それで法学部政治学科の方に進みました。大学時代に熱中したことはありますか。ですから前半はやっぱり魅力的な音楽や美術や小説や、そういったことにどうしても心を奪われる日々が続きましてですね、現実は厳しいなと、いずれはそういう社会の中に入っていくんだ、その気持ちを立ってですね、現実の社会に向き合うようになりました。現実の社会を見るとですね、どうしてこんな矛盾とか問題点とかどうしてこんなことが起こってるんだということにたくさん気がつくようになりまして、それでやっぱり政治を変えていかないと世の中はうまくならないかなというふうに思い詰めていくようになります。そんな北橋市長ですが、1986年に衆議院議員に初当選され、以降は民社党大クラブ会長、大倉政務次官、そして衆議院環境委員長などを歴任された経歴をお持ちなんです。いつ東京から福岡、そして北九州の方に、移動というか移住されたんでしょうか。最初は政党で、政策を考える仕事を10年ぐらいやっていたんですが、やっぱり切磋琢磨って言葉がありますけれども、政治も一緒でですね、政権が時には変わるという緊張感、そのいいライバルを持っているかどうかによって随分違いますよね。そうなんですね。で、日本の戦後の政治というのはその緊張感があんまりなかった。ですからもう一つ、政権を担える勢力が生まれるとですね、国の政治全体が緊張感が出て
切磋琢磨が、うん、しっかり行われるようになると思って、はい、当時は弱かったけれどももう一つの方を目指していたんですね。そしたら福岡県北九州筑豊で、はい、チャンスがあるということで、そこに骨を埋める決意のありやなしやと聞かれまして翌日に返事をせよと言われました。結構な短い期間で、はいはい、翌日はかなりの出産予定日でございましてすっごいドラマですね、はい、それはこれは家族が関わるので、はい、ぜひ家内の了解欲しいと、はい、まあ、今から思うとですね、うん、今はそんなことないと思いますけども、はい、この道に、進むと決めた以上はですね、はい、家族も当然協力をしてくれるはずだと、うんうんうん、めったにないチャンスなんだから決断せよと、はい、まあ、そういうことでしたね。家内もですね分かりましたと、はい、子供が生まれたらしばらくして北九州に行きますと、はい、まあ、こういうことであります。もう奥様の方も覚悟が1986年の春のことです。はもう未だに忘れられないですよね、はい。ではテーマ1、市長になる前の市長をお伺いしてまいりました。それでは続いてのテーマです。市長のお仕事ということで、今の市長のお仕事をお伺いする前に市長になろうと思ったきっかけっていうのをお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね、はい、国会議員の仕事は大変重要だとは思いますけれども、はい、うん、やっぱり国をどうするかということと同時に自分を政治家として育てていただいているふるさとがより豊かになること、まあ、そのために党派を超えて努力することも大事なミッションだと思っておりまして、当時は鉄びえと言われて、円高不況で日本の経済が大変苦しんでいた時、ね、特に製造業の町だっただけにですね、大変不況で苦しんでいたんですね。ですからぜひ役に立たせてほしいというのが、うん、きっかけです。そういった熱い思いがあっての、はい、北九州市長への挑戦というか、はい、ありがとうございます。それでは早速テーマの、市長のお仕事についてお伺いしてまいります。と言っても多岐にわたりますので、こちらの方で質問を絞ってご用意いたしました。まずは今最も皆さんの関心が高いと思われますコロナ対策なんですけれども、北九州市が特に力を入れていることってありますか？初めての未曽有の世界的なこのパンデミックでありまして、どこも試行錯誤しながら歩み出したわけですが、やはり検査をしっかりとできるだけ早くできるだけ広範囲に行うことが重要と考えまして、そこで他の都市に先駆けてドライブスルーで検査ができるようにしまして、ドライブスルー、はい、1年前ですね。そして保健所に行ってですね検査するかどうかを決めていたんですが、かかりつけ医が判断をすればですね検査できるようなもう一つのルートを作りました。それからですね、亡くなる方の9割は高齢者だったんですね。そこで高齢者施設については市は独自に希望者全員に無料で PCR 検査を行うことをスタートしています。去年の12月からです。はい、そしてできるだけ濃厚接触者にとどまらず広く、可能性のあるところはですね検査をしようというふうにしておりまして、この間も小学校でクラスター疑いが出ました。学校の先生も生徒さんも全員、検査をしました。おお、すごい。はい、それで、まあ、みんながこれで納得安心ですよね。そういうふうにできるだけ広く早く検査をするということを心がけています。北九州市は特に大変な時期も、全国的に見てもありましたから、はい、いろんな方がご尽力されているですね。はい、そして明るいニュースもございまして、今年の10月北九州市において世界体操新体操選手権北九州大会が開催されるということですが、こちら楽しみです。私自身も、はい、体操と新体操を同時に実施するのは初めてのことなんですが、何十億人
後の人々がテレビを通じて、その映像を見るわけですね。ですよね。その発信は北九州からですから、うわ、なんかもう想像しただけでもうワクワクします。はい、はい、ですから北九州の明るい魅力的なイメージを発信する絶好のチャンスだと思いまして、そうですよね、福岡県と連携してですね、はい、あ、はい、この誘致を決めたんですが、なんといってもですね、国際体操連盟の会長が渡辺さん、はい、北九州のご出身なんですよ。わお、これは渡辺会長の北九州への愛によって実現したんですね。はい、この絶好のチャンス、ぜひ多くの方に楽しんでいただきたい。今からしっかりと準備をしてまいります。うん、世界中が大注目する大会ですもんね。そうですね。もう一つですね、アーティストとしてお伺いしたいことがありまして、東アジア文化都市の開催都市に北九州はまた選ばれていますけれども、こちらはどういったイベントになるんでしょうか。これは政府文化庁がですね、はい、中国韓国政府と相談をしまして、東アジアの文化交流の事業を、一つの都市を選んでですね、はい、1年間交流しましょうという合意をしたんですね。はい、で去年北九州市が選ばれまして、はい、コロナ禍のために今年も1年継続していただいてるんですね。なかなか外国との、往来ができなくて、オンラインであったり歯がゆいんですけれども、しかし、文化芸術アートによってですね、発信をするという、これは政府文化庁が全面的に応援していただいている事業であります。大阪以西では北九州市が初めて選ばれております。これに私どもぜひ頑張りたいと思って応募がありましてね、はい、募集がありまして私ども応募したんですが、はい、どんな街に魅力を感じるか、例えば旅行するときにイタリア行ってみたいとかね、はい、スペインとかね、はい、そういうところありますよね。はい、アートが素晴らしいでしょう。まあ、そうですね。自然がいい、うん、あるいはグルメが魅力的というのは他の国もあるんですね。うん、でも例えばイタリアもそうですけれども、うん、文化芸術が素晴らしいですよね。うん、やっぱりアートの魅力というのはその人を引きつける、絵も言えぬ力を持ってますね。そこに都市が反映していくときに、うん、アートの魅力をどれだけ持っているかによってですね、ずいぶんにぎわいも違うし、街の勢いも違ってくると思うんですね。それで、政府文化庁の募集に、手を挙げたわけです。あ、そうなんですね。それではここで北橋市長のプライベートな一面にも迫っていきます。市長は土日も含めて年間に数日しかお休みがないと思うんですけれども、コロナ禍においても変わらずプライベートなお時間を取ることは難しいですか。衆議院議員時代、衆議院議員時代に続いて、はい、市長になってからもですね、はい、本当に一生懸命、身を粉にして頑張ってまいりました。はい、ところがこのコロナ禍になりましてね、はい、ほとんどの公務がキャンセルになったんですよ。そうですよね。はい、その代わりテレワークになりまして、よく電話がかかってくるんですね。鳴り止まない。この対応も結構しんどいものがあります。あ、そうですか。はい、でもコロナ禍になる前はですね、はい、同日も行事がいっぱい入っておりましたので、はい、一生懸命、はい、朝から晩まで頑張っておりました。はい、市長にもおうち時間とかはあったんでしょうか。そうですね、一時、町の治安を良くしようということで、はい、一生懸命、頑張っていた時がありまして、その時はなかなか自由に、家の外を出歩けない時も正直言ってあったんですけれども、はい、まあ、そんな時はですね、例えば韓流ドラマとかですね。お、意外ですね。結構詳しいんです。そうだったんですね。映画ドラマの大ファンでして、アガサ・クリスティとか、うんうんうん、それを映画全部見るとか、松本清張、まさにここ のドラマとかですね、はいはい、黒澤明の映画とか、アガサ・クリスティとかほとんど全部見ましたね。そういうふうに家でいる時には、はい、映画ドラマがですね、随分リフレッシュになったと思いますね。はい、それでは最後のテーマです。
北九州市の未来ということで、私個人的にちょっと質問がございまして、市長が思う北九州市民の方々の魅力っていうのはどんなところだと思いますか？歌の文句じゃないんですが、義理と人情に熱いと思いますね。あ、そうですね、はい。そしてですね、飾らない、本当にヒューマン、裸のお付き合いができる、なんかそういう、一度その魅力に触れるとですね、この町にいるといろんな人たちと出会って元気をもらって何かやってみるときに成功するかもしれないという非常に前向きな気分にさしてもらえるところだと自分は思っています。はい、そういった熱い方々がたくさんいる北九州市、なんですけれども、北九州市が将来どういった町になればいいなというビジョンが、あれば教えてください。やっぱり製鉄業で始まった都市ではありますが、引き続きそういった産業は大事なんですけれども、新しい産業を起こしてしっかりとしたものに発展させることが大事です。一つは洋上風力発電の日本の拠点を作ることです。海の中に風力発電をいっぱい作っていく。海の中に、はい、そうです。これから脱炭素ですから、世界中がそれに向かって今回り始めてるんです ね、そうなんですね。日本の拠点は北九州。ほう、もう一つはですね、空港があるとその都市は発展するんですね。空港の滑走路がね、どうやら延長できそうなんですね。それは言っても大丈夫な話ですか？はい、ヨーロッパでもアメリカでも飛んでいけるんです。直行便が、すごい、貨物の飛行機が自由に飛んでいけます。楽しみ。つまり物流の大きな拠点が北九州空港に生まれてきます。それから結びにもう一つ、はい、若い人は IT の、仕事に興味がありますね、はい、今北九州はですね、人材が取れるということで、東京の方からも IT の会社が投資を始めてるんですね、はい、ということで若者が魅力を感じる仕事が着実に大きくなってきます。これは熱い話ですね、はい、今日のそのそちらのネクタイ、はい、ちょっと見覚えのある柄ではあるんですけれども、SDGs 関連でしょうか？はい、ほう、よくぞ気をつけていただきすごいおしゃれで可愛いですね。 よくぞ気づいていただきまして、ありがとうございます。小倉織でございます。小倉織なんですか、はい、ニューファッションでございまして、ほうほうほう、 SDGs は17のゴールがありますが、はい、そのカラーをデザインしているわけですね、うんうん、しかも小倉織という、はい、わお、だいたい国連、はい、国際社会っていうのはよく揉めてますよね。うん、ミャンマーが早く平和になるようにってみんな思ってるんだけど、やっぱりその統一した見解が出ないんですね、はい、ところがよく揉める国連におきまして、6年前、はい、全会一致でですね、うんうん、これからの世界の目標は17のゴールだと決めたんですね、はい、これが持続可能な開発目標、はい、SDGs です、はい、そして日本政府はですね、そのモデルになる未来都市を北九州に選んでいただいたんですね、うんうん、これから世界中がですね、SDGs の目標に向かって進んでいきます。これからどんどん世界の関係者は関心を高めてきます。その時にアジアに行ってみると、北九州頑張っているということです。これは都市のイメージアップ。これに非常に大きなプラスになってくると思いますね。もう一つ、SDGs、一言で言うとですね、教育も福祉も経済も社会もみんな良くしよう。もっと住みやすいいい社会を作ろうということですから、はい、北九州の市民にとって SDGs に向かって努力することはもっともっと住みやすい社会になっていくことです、うん、これをですね、一大目標にしています。そうですね、なんか世界的に見てもとても重要な都市ということにすごいまた誇らしさを北九州市民の一人として感じました。ということで第100回北九州人図鑑は北橋健二北九州市長をゲストにお迎えしてお送りいたしました。市長ありがとうございました。ありがとうございました。